KRV のシルバーのね、はい、お客様が一人に、はい、よかったっすね。そう、昨日ね電話があったんですよ。でダイハツ千葉販売どうのこうのって知らん、何だろうな、新手の勧誘かなとか一緒思ったら、何々様のオートバイなんですがそう、なんか任意保険をね入られてみたいなんですかね。で それを送ってもらっていいですかって言われて、はい、おーと思って、そしたらなんかそう、あちらの方は今日の夜にどうのこうのつって、そう伝えてくださいって言われましたんで、そうですかつって、はい、ね、何の話だかっていうね、あれですけど、そうなんかね、お友達の PCX でね2人乗りでお見えになって、はい、ね、そう PCX をいじったりましたよ、いろいろね。あれはどこのマフラーですか ね、あれかな、ビームスかな、ビームスってどこが作ってるんですかね。ダブルアールズが作っ、なんかへこんだっすかな、へこんださ、まあ、いいや、よいしょ、ちょっとお待ちください。はい、ということですね、キャノピーぶつけられた、ね、後ろから追突されたらしいんで、はい、ね、よかったね、自分からぶつかったと、まあね、大変なもん違う多いよねって話になってくるとね、ちょっとやばいでしょ、うん、だからね、しょっちゅうなっちゃうと大変なもんなっちゃうから、まあそれはね、はい、よかった、うん、ね、よかったっていうのは軽くぶつけられただけだね。でも軽くぶつけられても傷はつくからね、トコンと当たってもね、うん、あ、いいですってね、もちろんほら中にはね、あ、こんなんいいですよっつって言う人もいるかもしれないですけど、ね、会社の場合はどうなんですかね、ちょっと分かんないですけど、私もね、会社でそういう車両の場合はそういうのをね、どういうふうに処理するのかなってね。あと結局お金がうんぬんとかね、そういう話になってくるでしょ。なおほら直さないっていうね、うん、まあ、そういうのもあるじゃないですか、お金だけもらってね、うん、ね、そう、まあ、うちとしてはね、まあ、どちらでももちろん構わないんですけど、ただ見積もり代っていう感じでちょっと少しいただくからね、うん、ね、なぜかというとそこにやっぱりうちの利益が乗ってるからですよね、うん、どうしたらのね適当なね、はい、あんま変なこと言うとねまずいから、私もほらよくわからないんでね、やってるんですけど、うん、そう、よくわからなくてやってるんですよ、うん、ね、バイク屋みたいなことをしてますけど、うん、どんどんね稼がないといけないです、ね、はい、この早くこのね、でこれをこっちつないで、でこっちこれつないで、で緑もこれつないでね、それで出来上がる。あとこれプラ、これ切っちゃっていいですかね、長いから、これほらこの長いのをここら辺、そこら辺に丸めて入れとくと邪魔ですよね。だからちょうどいい長さに切ってつなげちゃうっていうね、ここにバッテリーに、うん、ちょっと長いね、これかなり長いね、はい、これ使う、あとね、これダメなんですよ、これそう、これいけるかな、こうしてここにいけるか、挟めるかな、うん、よし、そしたらちょっとね、見積もり先に、エンジンオイルの交換の見積もり先にやっちゃおうかなキャノピーのね、はい、これちょっとどかしてね、はい、やりますんで、はい、であとこれちょっとホイール外したり、またちょっとねブレーキやったりなんだりっていうね。でポストこれ変わりました、オーバーレーシングのねハンドルポストに、ね、なりました。あとここにオーバーレーシングのバーが入るっていうね、はい、そんな感じですね、はい、でフォグライトね、これ今仮止めでちょっと配線とかをやって、で、これ外して、で、1ギメとね、うん、でやります。はい。チェーンはどうかな？あ、チェーン大丈夫だね。はい。ね、貼り過ぎとか結構ありますけど、はい。こちらはですね、ハンター株でございます。ハンター株ね、取り付け、いろいろやりました。ここに D ユニットね、入れてます。空間結構ね、隙間あるんで、はい。まあ、これでいいんじゃないかと思いますよね。で、ここにバッテリーに電気ね、ここに入ってますよね。そして、アクセサリーはね、ずっとこう引っ張ってって、中の、アクセサリーの電源を分岐して使ってます。で、アクセサリーのソケットはグリップヒーターにね、使ってますからね、これね、グリップヒーターね。そしてですね、ここにスイッチね、ちょっとこう止めなきゃいけないんですけど、ここにね、はい。これがですね、
あ、これね。あ、これすいません。これですね。これ。これがですね、フォグライトのね、竹川さんのスイッチね。はい。これちょっと、グリップリーダーのスイッチついてるんで、その下につけました。はい。そしてずーっと入ってきて、ミューンとね、この、ここずーっと、はわしてね、入ってきて。はい。そして、郵便屋さんですね。はい。そしてここに入ってると。で、ですね、配線は、どれだどれだどれだ、あ、これですね。このね、保護チューブに入れてね、持ってってますからね。そして、あとこれですね。これ、これなんですか。ね、カイディアのスマホホルダー、電源付きね。で、ずっと引っ張って、これも同じように通して、そして、ここに D ユニットにつないでると。ね。あと、フォグライトですね。これちょっと、ま、ライトの高さとかね、明かりの、それでまた閉めたりなんだりする都合じゃ、ちょっと、まだ仮止めですけどね。で、こちらですね。こちらも、まあ、スイッチ、一回、ここから流れてスイッチに行って、そしてスイッチから戻ってきて、で、ここに行って、そして、ここのアースに戻すと。で、これ、インジケーターありまして、電源入れるとつくんですよね。で、それはここにアースで落としてあります。はい。そんな作りですね。で、一本余ってるんで、一本はここにね、はい、ここに、出してあります。はい。だからここのカバー外せば、とりあえず、こうね、まあ、電源にアクセスはできますが、ただ、まあ、いろいろ配線するってことであれば、またここ外して、で、配線していただくと。そんな感じになるかと、思います。はい。で、あと、こちらですね、オーバーレーシングのね、はい、ポスト、はい。で、こっちを前にね、少し出すっていうね、方でやってありますね。これ逆にすれば、手前側に来るっていうね、そういう作りみたいですね。で、あと、このアクスルですね。アクスルね。これ、黒森かなんかの、なんかね、はい。精度の高いアクスルに交換するっていう、はい。あと、ここもなんかあるみたいなね。スイングアームね。あと、こっちね。はい。で、スイングアームを実は交換するっていうね、お話なんですが、ちょっとやっぱり、メーカーが、受注生産みたいなね、形なんですかね。うん、2ヶ月だから3ヶ月だからあるっていうね。そういう、都合上、ちょっと物がない、ね、手に入らないので、先にやれるとこだけやっといて、で、あとは後ろはね、後でやると、まあいうような形に、なっております。はい。あと取り付けるものとしては、何がありますかね。そうね、まあお預かりしているものをね、あとはこうね、オーバーのこの下の、これですね、これ、ね。はい。まあ一応そんな感じで、はい。取り付けを、ね、していくということになります。はい。で、後ろのスイングアーム交換するのは、まあ、結構ね、結構ねっていうんですね、ちょっと大変な感じですね。いろんな部品をちょっと外さなきゃいけない都合上ね。はい。まあ、リアサスもちょっとこれ外さなきゃできないのでね、ここだけね、緩めてこう、外に押し出すっていうわけにもいかない。無理でしょ、これ長いからね。なんとかできないことはないのかな。で、またそれ入れなきゃいけないしね。はい。そうすると、リアサス外すっていうことになると、まあ、こっちのカバー。で、反対側マフラー外さないと外せないっていうね、構造になってますから、まあ、そういうところでね、うん。まあ、ちょっと手間がかかってしまうんですが、はい。ただ、重複する作業がね、発生するんで、まあ、そちらに関しては、その時にね、やるっていうね、うん。まあ、そういうようなことになったかと思います。はい。ということで、だから一回先に、ご納車させていただいてですね。で、残りの作業はまた後でやると。ね。まあ、いうことですね。はい。ということで、いいかな？はい。一応ね、火曜日にお渡しっていうね、ことになってますんで、はい。それまでに、作業をね、残りの作業だ、ね。はい。で、ガソリンは入れてあるから、はい。オンにしてね、大丈夫ですよ。うん。そんなところですね。はい。ハンター株。これが最後かもしれないですね。この方はね。新しいのが仮に出ればね、また、そう。やっぱりなかなかね、もう出回ってるんで、在庫しててもなかなか売りづらいっていう部分も。てか、発注受けてないんですよ。今。ハンターはもう、9、10、11って受けてないんじゃないですかね。だから、月だと8、9、10。で、よく受けてないっぽいんですよね。うん、だから、もう、今、終わりなんじゃないですか。で、まあ、もう次の出ることか分かんないですけどね。うん、ちょっとそのあたりはちょっと分かんないですけど、もしくは、やっぱりもうある程度ね、数が出てるから、もう止めといて、止めてるのかなとか、うん。そういうことかもしれないですけど、はい。どうなんですかね。で、スーパー株系はもう今、普通にあるみたいですね。株。あと、クロス株。とか、なんか、そのあたりのね、日本生産みたいなやつですよ。製造っていうか、組み立てのやつね。うん。それはなんかあるみたいなんで、
だからまあ買いやすいっていうかね、はい、そんな感じするんじゃないですかね。ただ買えるとなると逆にいいかなっていう感じ気がしない、そういうことはないですか。買えないって言うと、ああ欲しいなってね、これがまたあの面白い心理的なね、うん、あるじゃないですかね。はい、よし、そしたらじゃあ、うん、やりましょうね。ハンターカブいいよ、タンク塗ってあるから、ね、タンク塗ってないの、塗ってないんですよね、あれね、スーパーカブとクロスカブは ね、あれちょっとなんか不安を感じますよね。でメッキのところも錆びてくるしね、うん、だからまあそういうとことかね。さりげなくこうなんか言ってるな、ね、いやちょっとなと思うだけで、いやそんな別に大話なもんなんですよ、うん、いいことに変わりないから素晴らしいバイクだなってね。だそれ考えるとやっぱハンターカブやっぱいいよね。やっぱり CT125 はちゃんとしてますよ。ちゃんとしてないわけじゃないんだけど、あっちがね。あれはあれ、多分おそらくコスト削減だなんだということで、色塗んないんだろうなっていう感じがするんですけどね。オークションに出てね、まだあんま走ってない、何百キロなんていうのが、もうサビが出てるのを見ると、ちょっとショッキングな感じがします。